皆様こんにちは。時計専門店 GMT の YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はアラーム機能付き機械式腕時計の魅力的な音色を当店がおすすめする3本の腕時計とともにご紹介いたします。それぞれ異なる魅力を持った音色の違いをぜひお楽しみください。アラーム機能とは任意に設定した時間を音で知らせる機能です。 G-SHOCK などに代表されるデジタル時計では一般的な機能ですが、電池を用いず歯車とゼンマイにて構成される機械式腕時計においては非常に複雑かつ高度な技術を要する機能となります。音を鳴らす複雑機構というと三大複雑機構に数えられるミニッツリピーターがございますが、ミニッツリピーターが現在の時刻を知らせる機能なのに対し、アラーム機能は任意に設定した時刻に音を鳴らす機能であるため実用性も高く、より使用用途の広い機能といえます。ここからは当店おすすめのアラーム機能付き腕時計をその音色とともに3本ご紹介いたします。左から IWC GST アラーム IW353702 ジャガールクルトマスターメモボックス Q1412430 ブレゲマリーンアラームミュージカル 5547TIY15ZU です。まずは IWC の時計からGST アラーム IW353702 をご紹介します。ゴールド、ステンレス、チタンが素材として用いられたシリーズゆえにその頭文字から名付けられた GST、 その中のアラーム機能がついたモデルです。基本デザインはアクアタイマーの原型とも言われています。ジャガールクルト製キャリバー917を搭載し、 IWC とジャガールクルトの業務提携が終了する2003年までのわずか6年ほど生産された大変希少な1本です。21のリューズでアラームの設定、41のリューズで日付と時刻合わせを行います。またリューズの21にはベルが、41には魚のマークがついており、細かいながらも遊び心を感じさせるデザインとなっています。着用イメージはこのような雰囲気となります。それでは実際のアラームの音色をお聞きください。いかがでしょうか。音質は比較的硬い印象で、細かく速い音色が特徴的ではないでしょうか。続いてジャガールクルトよりマスターメモボックス Q1412430 をご紹介します。モデル名のメモボックスとは記憶の声を意味するラテン語で、まさにアラーム機能のことを指しています。ムーブメントメーカーとしても名高いジャガールクルトは1956年に世界初の自動巻きアラームウォッチとしてメモボックスを作り上げました。その歴史を受け継いで2010年に再登場したこのモデルは歴史的な一本といえます。ピンクゴールド製のケースに先ほど同様21、41にリューズを備え、それぞれアラーム機能と日付、時刻の設定を行えます。5気圧防水という日常生活においては十二分な防水性も有しています。着用イメージはこのような雰囲気となります。それでは実際のアラームの音色をお聞きください。いかがでしょうか。ケースがゴールド素材ということで少し高音寄りの音色で、音量も大きく、よりアラームらしいベルの音色が響き渡ります。最後にご紹介するのはブレゲよりマリンアラームミュージカル 5547TIY15ZU です。時計の歴史を2世紀早めたと評される天才時計技師アブラーム・ルイ・ブレゲが創業したブレゲ、トゥールビヨンやパーペチュアルカレンダーなどを生み出したことでも有名ですが、高い技術力と優れたデザインセンスはこちらのモデルでも堪能することができます。チタン製ケースに2時4時1のリューズと、デザイン面では先ほどの2本に共通する部分もございますが、特筆すべきは8時1に備えられたプッシュボタンです。先の2本が2時1のリューズを開放しない限り、巻き上げられたゼンマイのエネルギーが尽きるまでアラームが鳴り続けるのに対し、こちらはプッシュボタンにてアラームのオンオフを切り替えることができ、より使い勝手の良い機能に仕上がっています。
着用イメージはこのような雰囲気となります。それでは実際のアラームの音色をお聞きください。いかがでしょうか。先の2本と比べてより低音の深い響きを感じることができたのではないでしょうか。どことなく上品な音色にも聞こえてきます。最後に改めて3本のアラームの音色を続けてお聞きください。いかがでしたでしょうか。電子音とは異なり、ブランドや使う素材、ムーブメントによって異なる音色を奏でるアラーム機能付き機械式腕時計の世界、職人の技による至高の一本をぜひ手にしてみてはいかがでしょうか。 GMT の公式 LINE、Twitter、Instagram ではお得なセール情報や商品の入荷情報をお届けしております。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。素敵な時計ライフをお過ごしください。